さん、体の冷えってとても辛いですよね。今日は簡単に作れて冷えた体が温まる朝食の作り方を教えてもらいに来ました。それでは庄司先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒い季節、暖かいお布団から出るの嫌ですよね。はい。でもそんな時こそ朝ごはんが大切なんですよ。なぜかというと、食べたものが熱を生んで体を温めてくれるわけですから、寒い季節に朝ごはんとても大切なんです。今日は生姜やネギなど体を温める素材を使って、しかも3分でできるレシピばかりを紹介しています。とても簡単なので一緒に作ってみましょうね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはね、はい、たっぷりの冬野菜をコロコロに切って、はい、スープにして、それをご飯にかけて食べるお料理です。切り干し大根入ることで、だしと旨味が出るので、これだけでだしの素とかスープの素とかも作らずに美味しいスープになるんですよ。で、切り干し大根はざく切りに、はい、生姜はみじん切りにします。はい。切り干し大根、普段戻して使いますよね。そうですね。この場合戻さなくて大丈夫なんですよ。はい。料理してる間に戻って柔らかくなりますから大丈夫です。この生姜がね、この料理のポイントですね。生姜のジンゲロールとか血行を促して体を温める成分が含まれますので、はい、寒い朝に食べると一気に体が温まりますよ。お腹の中から体温まりますから。はい、ありがとうございます。これを煮ていきましょう。はい。お鍋の中に先ほどの切っていただいた材料を入れます。はい。大きさ揃えて切ってありますから、はい、煮え加減は同じですからね。ざーっと入れちゃってください。これに水を入れて、はい、はい、で調味料、本当にもうこれはシンプルなんですけれども、塩、はい、それから香り付けにローリエ、あとオリーブオイルを入れますね。はい。一緒に入れちゃえばオリーブオイルの風味つきますし、はい、炒める一手間減りますので、そうですね、簡単にできるということですね。これで煮立ってから3分弱火で煮込んで出来上がりです。そろそろ3分経ちましたね。はい。見てみましょうか。いい感じに煮えましたね。いい香りがします。はい。ご飯はね、冷たいご飯でもいいんですけれども、はい、軽く温めたご飯が、温かいご飯がいいと思いますよ。はい。柔らかく煮えてますね。はい。スープはちょっと多めに入れたいですね。はい、します。ありがとうございます。出来上がりました。こちら使うお野菜はブロッコリー、人参、玉ねぎ、じゃがいも、これもね、さっきと同じように1センチ角に切ります。はい。それからこれを蒸し煮にしてクリームシチューにしていくんですけれども、蒸し煮にしたらこちら豆乳、白味噌、くず粉、これをかき混ぜて、はい、溶かしておいた液を流し込んでひと煮立ちすれば出来上がりなんです。普通ね、小麦粉も炒めて作ることが多いんですけれども、はい、なんと今回はこちらくず粉を使います。くずは体を温める力が強いので、はい、今回は冷え取りということでくず粉をとろみつけに使います。では豆乳をボウルに入れます。はい。白味噌を使うと、ほのかな甘みと柔らかい味で、ちょっとこうクリームっぽい、チーズっぽい味になるんですね。くず粉を入れます。はい。これでかき混ぜてください。はい。ここでくず粉と味噌をしっかり溶かしておくことで、はい、ダマにならずに仕上がりますので、しっかりと溶かしてください。ここがポイントですね。はい。もう溶けたみたいですね。はい。はい。では早速煮てまいりましょう。はい。ここに先ほど切ったお野菜を、入れます。お野菜、他のね、有り物のお野菜使ってもいいんですよ。こちらに少量の水を挿して、はい、これでまず蒸し煮にします。蓋をして、はい、火をつけて、最初強火でふつふつといってきたら弱火にして2分ほど蒸し煮にします。はい、はい、
さ野菜に火も通ったみたいですね、はい、ほら色鮮やかになってきました。ここに先ほど混ぜ合わせていただいた豆乳を入れます。これであとは煮立つのを待てばいいんですけれども、だいたい 1,2 分で煮立ってくると思いますので、しばらく待ちましょう。はい、これでクズの粉でとろみがついてくるんですね。はい、煮立ってとろみがついてきましたね、はい、どうですか、サラサラじゃなくて。はい、もうとろっとろですね。しっかりとろみがついて、はい、あのシチューらしい感じになってますよね。美味しそうです、はい、もう OK ですね、はい、じゃあ盛り付けていきましょうか。ほんといい香りしますね。いい香りですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ出来上がりました。ニラ、ネギ、生姜の体ポカポカ梅雑炊を作っていきましょう。はい、材料はこちら、ニラ、ネギ、生姜、それから梅干し。これはですね、ニラとネギの硫化流で血行を促し、生姜で体がポカポカに。梅干しにも血液サラサラ効果があるから、体を温める作用がとても強いんですよ。では材料切っていきましょう。はい、じゃあ生姜はみじん切りにしてくださいね。はい、ネギとニラは小口切りです。ニラもね、あのネギと同じで硫化アリルたっぷりで血液サラサラにいいですし、はい、カロテンとかね、ビタミン C も豊富なんで免疫力が上がったりとか、はい、冬場にはとてもいい野菜だと思います。はい、では煮ていきましょう。はい、ここに最初に、水と梅干しだけを入れます。はい、はい、梅干し入れると梅干しの塩分がちょうど出るので、味付けなしでも美味しいですし、はい、あと梅からいい風味と味が出るので、これだけで煮物作ると、煮物作っても美味しいんですよ。この梅干しを菜箸でつついてほぐしてあげると、はい、溶け出していい感じになるんですけれども、あと酸っぱさの素クエン酸なんですけれども、はい、疲労回復にもいいですね。はい、では煮立ってきましたのでお野菜も入れましょう。はい、全部入れます。はい、すごい量の薬味ですよね。たっぷりですね。はい、はい、入れたら少し火を強めて、これで1分煮ますね。はい、冷えにもいいですし、風邪ひいた時とかね、雑炊いいですから、はい、ぜひぜひお試しください。煮立ってきましたね。はい、ここでご飯を入れます。こちらは冷やご飯でも大丈夫です。でご飯を入れて軽く煮立てれば出来上がりです。こう雑炊とかね、お粥って、はい、体温める効果もありますけれども、ご飯が少しの量でかさ増しになるので、はい、ダイエットにもぴったりですよね。いいですね、嬉しいですね。はい、じゃあこれでとろとろに煮えましたね。はい、盛り付けていきましょうか。はい、これで仕上げにごま油を1、2滴垂らしたりとかしても、美味しそうですね。はい、美味しいですね。出来上がりました。では早速いただきましょうか。はい、いただきます。はい、いただきます。どこからいきますか。私はこのシチューからいただきます。はい、とてもクリーミーですね。はい、ルーを使ったシチューとはまた違った、さっぱりしてるんだけれども、うん、この少し濃厚な感じは白味噌が入っているからなんですよね。はい、この梅雑炊もちょっといってみてください。はい、ニラと、生姜とネギ3つも入っているんで、体本当にすぐにポカポカになりますよね。梅がさっぱりしていてとっても美味しいです。はい、このスープご飯なんですけれども、こういったスープかけご飯のような形だと、うん、たくさんめに作っておいて翌朝もご飯にかけて食べることできますし、ちょっと同じ味では飽きちゃうなって時は、これは本当に塩とローリエだけで味付けてるんですけれども、はい、翌日はカレー粉をちょっと入れてみるとか、ごまをたっぷり入れてみるとかして、風味を変えると何日か分作ってても飽きないんですよね。そうですね。なのでこれはちょっと多めに作っておくのもおすすめです。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんもぜひ試してみてくださいね。